四代目、竜亭智楽は、富山県生まれの落語家。幼少の時に、東京へ出て、本所で育った。本名は、藤田茂雄。1921年5月30日、富山県富山市生まれ。幼少期に、小児麻痺を患う。日本芸術協会理事長を歴任。出林は、木ぬた。軽快な歌い上司の新作落語で人気となった。俗に、 綴り方教室のチラクという。その後、一躍人気落語家となり、ラジオ、テレビ、映画へと進出。東京の定席にはほとんど出ず、講座は大阪の仕事を中心に入れていた。交番問題等で、芸術協会の内部に圧力が生じていて楽屋に居づらかったといった事情もあったのだが、当時チラクには愛人がおり、それは大阪の演歌歌手、平上木だったからだ。 愛人に貢ぐだけでなく、他の芸人にも気前よく、おごるお大人ぶりで、同年代の芸人からも、地位、旦那と呼ばれて慕われた。音楽、男なんてポポイのポイはいくつかの企画版に収録されている。落語、立川男子によると、当時落語協会の楽屋によく顔を見せ、落語協会所属の話し方たちと談笑していたという。倒れた地クを救護したのは、 入門間もない小福亭鶴瓶だった。ありがとうございます。